10月とは思えんな、この陽気は。いやなあ、なんか、あさってか十何度ぐらいまで上がるっていう話ですか。うん、あ、このミスターヒルのステッカーあるから出しよっか。ああ、いっぱい持ってんね。本当に、うん、これも通ったからならんでしょ。うん、そうやな。いや、これ、あれ、なんか入ってるのかな。うん、汎用か、あのエンブレム、うん、なんかあのシールのには入っとったんかな、最初の頃は。このステンのにはなかったんかな。なかった。うん、2つ置いていたのか。ありがとう。また頼みます。まあ、結局何のかんのでもうしばらくはもう、うん、このマフラーが続けることになるから。言うけど、このマフラーはレアものになってもだね、もう。でもまだあれかな、スチーフでやっとった人、なんか、あれなんだろうかな、言うたらある程度のオーダーはなんか受けるんだろうかな。受けてくれるんちゃうかな。ところどころ、あのパーツが変わったのに気づかんだろうけどね。あー、今回でショップは変わってないな。ショックはだいぶ前からなんやけどな、うん、ブレーキのローターが変わったんや。ほう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 、ほんまや。アクティブが、うん、セールで、フロント2枚買うたらもうリアの1枚おまけてくれるようにしてたんや。ほうほう、ちょうど買い時やったから、それでも飛びついてしまうで。いや、僕みたいにノーマルに乗らなあかんや。で、セールをもう LED に変えたんや。 LED、水電力全然違うやろ。全然違う。もうこれ見とってもすぐわかる。あのね、うん、僕ら電圧低かったら生きと死ぬよ。LED、ブレーキ踏んだ瞬間生きと死ぬよ。そうね。あかんわー、思って LED に変えた瞬間、全然。だからどっちかと思うの、今 KSR の LED ぐらい。もったいねえからな、もう空想やからもうオイルまみれになっちまうの。そうそうそう。これだけは臭くないよ。はいはいはい、はい、これ後期のやつには最初からついとんやけど、うん、これ前期用のフロントのなかったんよ、うん、で社外品なんかもいろいろ出とったんやけど結構ええねが出るんや、はい、これつけとるやつな、うん、山の XJR の1300用の純正部品、うん、それがピッタリとはまるんよ。でタイヤがもうバトラックス の、うん、BT023 って一番高いから、もうツアラタイヤやな、うん、それがもう、この専用のサイズで、うん、もう少ないからな、うん、でそれがなんか同じゼファーの1100に乗っとる人が、うん、まあ、純正のホイールにつけておったんやけど、うん、このタイヤにしてから1000キロも走らなくてもホイール変えることになって、はいはい、でタイヤが余っとるから言うともう安いわけだもんね。だからもうここでも一気にもう足回りがガラッと変わってしまう。ただもうでも高速がすごい行っとるからね。だからまあまた天気のええ時に地元のもう 山入らなあかんねんな。山に入って両サイド使わなあかんねんな。はいよ、気づけてね。はい、ありがとう。さあ次はいつぐらいやろ。そうかな、まだ10分からね。ジャグナー行って、うん、このキャップを買ってきました。それでは、はい、行ってきました。